なんだろうな、いや、あ、もうちょい謙虚になった方がいいと思うんですよね。本来は謙虚な人なんですよ、営業マン時代もあって。で、まあ、そこから自分で一人で独立して、今戦国株式会社として企業もちゃんとして、すごいちゃんとしてる人っていうのはみんなわかってるんです。で、あの、結構このね、あの動画、こちらのニット東京さんでも低評価の嵐であったりとか、そういうあの肩書きはついてしまいますけども、あの、まあ、みんな冗談でそれを言ってるんだから卑屈にならないっていうのと、あと卑屈になんかなってませんよ、僕は勝ち組ですからみたいな話もするんで、そこは謙虚になりましょうと。あと一緒にあの仕事をする、あの MC バトルの業界とは違う方に対しての、あんた本当に MC バトル好きなのっていう、あの寝踏みするようなあの感じは、あの謙虚になった方がいいんじゃないかなって思ってます。はい、MC 正社員さんは以前と変わってしまったと思いますか？いや、根っこはそれなんだろうなって思いますけど、もともと新潟の方でね、あのそちらで、まあ、関東、結構東京 の、 そのヒップホップへの憧れというか、やはりあの自分の住んでるところが田舎であまり情報が届いてこないところだっていうところも一つあるんですけど、そんな中で新潟のなんかすごいおしゃれなあのファッションビルか何かの有名な服屋さんなのかな、であのアパレル店員をしていたっていう時代があるんだぞっていう時が年2ぐらいあって、うん、はい、ですね。あ、これ何の話でしたっけ？